はい、本日はですね、5月に着たい服というのをご紹介していきたいなというふうに思います。5月も中旬に入ってですね、今更着たい服を紹介するのがいいことなんですけども、パッて YouTube とか見てたらですね、今月着たい服みたいな動画を紹介されてる方の YouTuber さんいらっしゃって、あ、いいじゃないのと、僕もちょっとやらせてもらおうじゃないのということで、僕のね、持ってる洋服の中から僕が個人的に着たい5月の服、ちょっと雨も降ったりするし、朝晩寒い時もあったりするけど、僕こういう服着たいななんていうのをですね、ご紹介させていただこうというのが今日の流れということになっておりますので、合計でね、今月は11点あるんですけども、そちらをね1点ずつパン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 と紹介していこうかなというふうに思います。レビュー動画はね、以前作ったことあるんですけども、レビューじゃなくて実際僕これ着ててこう気に入ってんですよねみたいな話とかを掘り込んでいこうかなというふうに思いますので、まず5月に着たい洋服一つ目っていうのがですね、こちらなんですね。最初服じゃないんですけども、初っ端からね、これは靴でね、以前紹介はしてるんですけども、キャンプ用にノースウェスが発売した靴ということになってて、この靴何がいいかっていうと、めちゃくちゃ脱いだり履いたりしやすいということで、僕毎日これ履いてるんですよね。ほんまになんていうんですかね、クロックス感覚みたいな感じでね、さっと履いてさっと出かけれるし、さっと家上がる時とかはこれさっと脱いでヒューって家上がっていけるしということで、これ結構使い勝手いい。ただこの動画でも言ったんですけど、やっぱデメリットとして、このね、履き地はこう足が折れるとこあるじゃないですか。この折れるとこの履き地はね、めちゃくちゃ線入り出してるので、これ来年になったら割れてるやろうないう感じはするんですけども、ぼちぼち履いてます。ほんまのこと言うんやったらね、やっぱりこういうね、サンダル、リカバリーサンダルの方が履き心地はいいですよ。圧倒的にいいんですけど、外で履くってなった場合に、あまりにも足露出しすぎてません？だからそう考えたら、ちょっとスニーカーっぽい感じだし、履きやすいなと思って、結構今月っていうか先月ぐらいからずっと履いてますね。まず一つ目がこれですね。ノースウェスの、ベースモックなんとかスニーカーですわ。で、次二つ目が何かというとですね、二つ目、これ順番にいきましょうか。こちらですよね。この時期になったらめちゃくちゃ使える。これノースウェスじゃなくてアークテリクスでした。アークテリクスのスコーミッシュフーディというジャケットになってて、このジャケットはね、5月に着たいというよりかは、こっから夏ぐらいまでずっと着たいようなジャケットになってるんですよね。一回着てみましたけどね、こんな感じでちょっとした時にさーっと羽織ることもできるし、本格的に着るって言ったら、こっから6月ぐらいですかね、こうやって今着てるような感じで、半袖の T シャツの上にこれさっと羽織るだけみたいなね。これ普段着ひん時なんかはくるくるくるーっとちっちゃくして、リュックの中、これボディバッグとかにも入るんですよ。だからボディバッグの中とかにピョンって掘り込んどくっていう使い方をするのがこのスコーミッシュですね。もうこれは去年から使ってるから、もう使い方に関してはもう、はい分かってますよと、いつも使ってるのでね、ご安心くださいような感じになってるっていうのがこのスコーミッシュフーディーということになってて、次に紹介するのがこれですよね。やっぱりとはいえ、本格的に雨降ったらどないすんのと、スコーミッシュ小雨程度やったらいけんねんけども、本格的な雨やったら無理っていう時はもうこのゴアテックス着るしかないんですよね。でこれがノースフェイスから出てるんですけど、ノースフェイスから出てて雨用と明記されてるんですよ。なんでかって言ったら、名前がマウンテンレインテックス、もう雨用に作られてますっていうふうに明記されてるので、これはね、雨の日なんかに使ったらいいんかなというふうに思います。ただこれ見てもらったら分かる通りね、結構着丈短めなんですよ。だからバイクとかね、乗るんやったらね、ちょっと腰見えちゃうかなみたいな感じがあるので、自転車とかバイク乗りはる方はワンサイズ上げるか、これじゃない方がいいかもしれないんですけど、自分的にはね、こう運転とかする時とかはこれ結構着てますね。っていうのも、フードあるタイプのマウンテンパーカーとかやったらね、運転する時にね、ここのね、後ろのシートのところにね、カシャカシャってうるさいんですよ。だからこれフードないからね、あんまそういうの気にならないんでね、そういう時に使ったりはするんですけど、本格的な雨降る時ですよねとかにはこれ結構来たりするんで、これが3つ目ですね。で次がこのロンティーなんですよね。ロンティーってやっぱ今の時期めちゃくちゃ使いません？特に5月って朝晩寒いけど日中暑いから、出かける時はロンティーで来て、ちょうどいいな、けど日中あったかなってきたなと思ったら袖めくるんですよ。ほんでちょっと袖めくってあげて着てあげることによって、ちょっとしたこなれ感も出るし、なんやったら下をね、パンツをね、こういう長ズボンじゃなくてショーツにしちゃってね、上だけロンティーみたいなのもちょっとなんかこうこじゃれた感じ出るじゃないですか。で僕これなんでよく着るかって言ったら、結構楽なんですよ。タイトにキュッて肌に当たってる感じじゃなくて、結構ゆったりしてて、これキャプテンサンシャインっていうところのねロンティーになってて、袖管にね黄色のやつあるので、これ僕あんま特に好きでも嫌いでもなんでもないんですけど、ゆったりしてるのがね飽きやすいなと思って、生地感にこれは気に入ってるという感じですね。これはキャプテンちゃんですね。これ次がこれはセット、この去年紹介したね、世界最強の T シャツっていうね、コーデュラっていう生地を使ってる T シャツなんですよ。もう黒の無地 T、 もう何も書いてない。それにこういった白のパンツを合わせるというね、ちょっと大人の休日感出るじゃないですか。だから白パンもね、
今履かないつ履くねんということで、僕普段は全然こんな履かないんですけど、ちょっと出かける時とかはこういうノースフェイスの服とか着ないので、まあ、そんな時なんかはね、ちょっとお出かけする時なんかはいいかなと思うんですけど、このコロナの状況で誰がお出かけすんねんということになってるので、着たいとは言いながらも着ない服かもしれないんですけど、まあ、こんな感じでね合わせれたらいいんちゃうかなと思ったりはしてます。なんでってこれもね、ちょっとシルエットを言ったりしてるのでね、楽なんですよ。もう年取ったらそんなことばっかり、楽な方楽な方に逃げる、で楽な方楽な方に逃げるとちょっとずつ太ってくるんですよね。まあそんなことを言いながらね、次はこんな感じです。まあ、パタゴニアのねこのロゴ T、 これもまあそろそろ夏来たよという風物詩じゃないですか。夏前になったら鈴の音がカランカラン鳴るのと同じように、夏前になったら30代前後のメンズがこのロゴ T 着出すって、まあ大体風物詩じゃないですかって考えたら、まあこの T シャツもね、まあ今月ぐらいからちょっと着出そうかなと思ってます。もう去年から着てるから若干色も薄なってきてるんやけども、まあ、その色が薄くなったぐらいがちょうどええということになってますので、まあ、ガンガン着ていこうじゃないかなとは思ってますね。ただこれの本番ってやっぱりズボンっていうかね、パンツがね、やっぱショーツ履いた方がかっこええと思うので、まあ、まだ本番じゃないんやけども、まあ、5月ぐらいからちょいちょい着ていきましょうよいうことになってるんですね。ほんでラスト2点っていうのがやっぱりこれですよね。これノースフェイスのクライムライトジャケットなんですけど、これはね、さっき紹介したこの雨用ジャケットあるじゃないですか。この雨用ジャケットじゃちょっと着丈短いなっていう時はこっちにするんですよね。ほんでね、5月やったらね、こういったロンティー着てクライムライト着たらちょうどいいんですよ。もうぴったり、季節感的にも温度的にもジャスト。こういったねマウンテンライトっていうのもね、まあ、着張る方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これで4月ぐらいだったらね、ちょっと生地もちょっと分厚いからちょうどいいんですけど、5月やとちょっと暑すぎる。これはね、もうだからしばらく秋まで出へんから、ちょっとこれは眠っといてくださいって、お眠りなさいってここら辺にかけとくんですよ。ほんでやっぱり今からの時期っていうのはこれぐらい薄手のねやつがちょうど良かったりするので、まあ蒸れたりもせえへんから、まあこれはいいんちゃうかなということで、まあクライムライトは僕が人生で初めてノースフェイス買ったのがこのクライムライト、この色ちゃうけどね、買ったのがこれっていうことになってるので、まあ、店員さんが真っ先におすすめするだけあるなあいうことになってますわ。ほんであと2つありました。これめちゃくちゃ着てる。これがなんかチェコ軍のねソフトシェルジャケットなんですけど、これねさっき一番最初の方に見てもらったアークテリクスのこのジャケットと何がちゃうのと、ほぼほぼ一緒ですよと、真っ黒になってて何がちゃうんですかっていう風になると思うんですけど、これ洋服好きな人からしたらちょっとまあ微妙な違う点なんですけど、これ生地にねパーテックスっていう生地を使ってるんですよ。だからソフトシェルとして軽くてちっちゃくて持ち運べると言った先のアークテリクスと全く同じ特徴やねんけども、もうワンランク上の生地を使ってるんですよね。だから自分の中で納得して着るんですよ。あ、もうワンランク上の今日は自分でいけるなっていう時なんかはこれを着たりするんですけど、これめちゃくちゃ着てる。もう週のうち週3ぐらい着てる感じ。これで半袖の上に着てもね、着心地もいいんですよ。だからまあこれを着てますわ。まあ多分ね5月も着るでしょうということになってて、ほんで最後がこれですよ。これもまあ結構着てるけどね、これはねアークテリクスのアトム AR フーディーじゃなくて、なんていう名前だったっけな、忘れたけど、アルファ SV や。さっき見てもらったアークテリクスはねこの銀色アークテリクスなんですけど、これ金色アークテリクスになってるんですよ。だからゴールドバージョンやからね、まあワンランク上のやつなんですけど、これなんかは結構張り腰がしっかりあるんで、どんな時に着るかっていうと、僕今バイクの教習行ってるんですよね。でその時に結構強めの雨降る時あるじゃないですか。まあ強めの雨とかやったらね、これじゃあちょっとあまりも薄いんですよね。で逆にマウンテンライトまで行ったりしたら暑すぎるんですよね。ってなった時にこれめちゃくちゃいいんですよ。たった1枚のペラ生地やねんけど、生地自体が分厚いから、この雨が当たってる音がめちゃくちゃ心地いい。パタ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 って音になってるんですけど、なんか雨も悪くないなっていう風に思えたようなジャケットになってるんで、今まで雨って大嫌いだったんですけど、これをねフードかぶってね、で前閉めてね、あと全部防水のリュックとかね、防水のねパンツ履いてね歩いとったらね、全く濡れないんですよ。だから傘さす必要ないんですけど、小音が綺麗にね雨の音が入ってくるんですよ。うわ最高やなと思って、そやからね、まあこれはね5月も着たいなと思います。もう6月になったらギリ着れるかな、もう6月が最後ぐらいちゃいますかねこれはね。で、あともう一個言うの忘れてたんがね、最後にね、これを今僕着てるこの T シャツあるじゃないですか。実はこの T シャツね、今僕作ってるやつなんですよ。でまだ売ってないんですよね。ほんなお前なんでそれ着てんのというと、これ実はサンプルで今作ってて、実際これ1ヶ月着てみてどこに不備があるかなっていうのを今確認してる最中で、もうこれも毎日着てるんですよ。1ヶ月着てみて、うわこれ微妙やったからここ直してくださいっていうのをそろそろ言うタイミングなんですよね。だからまあ僕はこれ毎日着てるんですけど、まあ、この辺がね5月に着たい服かなという感じで思います。でまあもし仮にねこれ需要があれば来月もしたいなと思うんですけど、来月ちなみに入るやろうというのはですね、やっぱ6月ぐらいから着るものって何っていうと、やっぱショーツなんですよね。メンズやとショーツを履き出すと思うので、もう今年はどのショーツ履こうかなと思ってて、実は今もうバーサタイルショーツっていうノースフェイスの人気のショーツとか
パタゴニアのバギーズロングとかショーツとかも持ってるんで、今年バージョンのやつ買ったんですよ。だからそれのどれを着ていこうかなっていうのをちょっと迷ってるので、また来月ね、それ人気あるんやったらやろうかなというふうに思っておりますので、まあ今日はこの辺で終わりたいなというふうに思います。はい、ということで本日はですね、5月に着たい洋服を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。